ユグロン、またはゴヒドロキシマイナス1、4、ナフタレンジオン、5、ヒドロキシナフトキノンは、化学式が c 1 0 h 6 o 3の有機化合物の一つである。食品産業では CI ナチュラルブラウン7、CI75500 とも呼ばれる。この他にもヌシン、レジアニン、C2323、オイルレッド BS という呼称がある。ユグロンは、クルミ化植物、 特に黒くるみの葉、根、殻及び樹皮で生成し、多くの植物に対して、毒性、または成長阻害作用を及ぼす。ユグロンは、除草剤、染料、インク、食品及び化粧品のカラーリング剤として使われる、場合がある。ユグロンは、方向属化合物の一つで、構造中の水素の一つが、ヒドロキシ元に置換した一、四ナフト機能の誘導体である、異性体に、 ローソンがある。ユグロンはベンゼンには溶けないが、ジオキサンには溶ける。常温常圧においては、黄色の針状結晶として存在し、有点は162摂氏163度である。ユグロンは、酸化銀、または二酸化マンガン二、三時クロロマイナス五、六時シアノマイナス一、四、ベンゾキノンによって、五、八時ヒドロキシマイナス一、テトラロンを酸化すれば得られる。 ユグロンはアレロパシーを示す化合物の一つである。アレロパシーとは、ある植物が生構成した物質が、周囲の他の植物に影響を及ぼす現象を指す。造園家は、黒くるみの木の下でのガーデニングが難しいことを、昔から知っていた。これは黒くるみのユグロンが、他の植物の代謝に必要な酵素に対して、阻害作用を有するためである。しかし、 すべての植物に対して、ユグロンが有効ではない。ユグロンに耐性を持つ植物としては、カエデ、カバノキ、ブナなどが知られる。また、ユグロンは、多くの食食昆虫に対しても有毒である。しかし、ユグロン1、4、5、トリヒドルキシナフタレンに対射して、無毒化する生物もいる。アレロパシーを示す物質を生合成している。植物はクルミに限らない。例えば、 聖アワダチソウもその根から、他の植物の成長を阻害する物質を放出することによって、他の植物が自分の近くに来ないようにしている。ABJ、コリフィジェーム・ブルース、オクセデイティブ・ディ・ハイドラジャネション・オブ・イチ、テトロローンズ、シンセシス・オブ・ジュグローン、ナフサザールン、アンド・アルファ・ハイドロキシン・サラクワイノンズ。J、サイ、イスラーム、リップブ、イラン13。 131から139ありがとうございます。